よいしょ。さあさあさあ、行きましょう。楽しみやな。あ、本当だね。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点仙台、終点仙台です。8番線の方のネコリは新潟です。上り下のご案内です。東北新幹線上り、やまびこ56号東京駅は14番線から11時23分。はやぶさ小町。上か。並んでる。これなんかないの？めっちゃ並んでる。違うとこにすっか。ガチに似てるな、このウリみたいなもんも。確かに。うまそう。うわ、来た、すごい。いただきます。じゃあ、いただきます。すごいな。じゃまずお漬物が。え、すごい。え、すごい、すごい、すごい。はい、一石二石。うまかった、うまかった。こっからでも入れると思うけど。玄米ティーラテ。こんなことあるって。すげえ。俺こんなのは初めて見たかも。スタバのあれ、あの鍋だけない。てか逆に俺ショートとか頼んだことないから。あ、マジ？うん。俺仲間外れやん。じゃあ東口に行ってみます。スタバ飲みながら。結構外壁まで。でもすごいよ、もう1年近くもう作ってて、で春に開くって、あのオープンするんだって。結構外観もできてきたな。お待たせいたしました。お箸の安全をお付けいたします。1000で。はい。お待たせいたしました。ありがとうございます。
コクうまソースっていうやつにしました。熱い熱い熱い、めっちゃ熱い、人気ナンバーワンらしい。やばい、これうますぎる。この面白い、このガチャガチャばっかあるお店すごい量あんな。アメリカンドッグ。またあった、タコとハイボール。やばい、再びたこ焼き買ってしまった。ピリ辛タヌキってさっき気になってたサクサクのやつ買っちゃいました。いや、久々に来た。すごいね。いや、いいや、コク降りてからでいいや。どうもどうも、はい、皆さんお考えください。引き続き買い物によいしょ、ヨークベニマル。安いな、そうだ、ね、破格だな、ヨークやっぱ。あれはあんのじゃん、それはあるな、あったんだな、みんなで5人で割った。で、1300円？1300円。安いね。大事な。よし、肉調達完了。
米は午後炊いてしまいます。もうこの炊飯器で午後炊くの初めてかも。4、5、わお、バカにすんだし。これもらいます。うわ、最強や。私も、はい。あ、はい。はい。ダサくねえぞ。バカじゃねえか。なんか何番目だね。3番目。お前の夢は何かな。知らないことばっかだ。さすが新婚やオタク行こうっすけど。失礼します。大変申し訳ありませんでした。うも。お前、これは9時だ。営業時間。あ、炊きたて。ありがとう。マジで食っててない。そんなにガチガチガチ。卵どこ行ったの。煮卵分かんない。なかった。飲み物ない。もしかして。おーえーよー。ビッてきちゃえばいいじゃん。だいぶ難しいけど。それや、そこの角のところ。待て待て。お前4回レンタあげるよね。あ、一緒か。ちょっといいよ。水俺じゃんけど、かわいいんだ俺のみちゃん。私にも権利があります。もう迷わない。だから聞いて、私のちょっと本日最後の肉。まだまだじゃない。逆の時は。